元世王は、白木の、第三十八代の王であり、生は金、意名川義信。第十七代の名古津義金の十二世孫であり、高祖父は、ダイヤの金宝、仙、祖祖父は、遺産の金義広、祖父は、遺産の金高主文、父は、和義の金密城、母は、牧師の継ぎガラス夫人。王妃は、各官の金身、術の娘の宿邸夫人。 785年正月に、先代の戦徳王が死去すると、金周元との抗争に勝って王位についた。第36代、恵康みやの末年に、志差指定の反乱が起こり、当時の上大統の金義美がこれを鎮圧するために、挙兵すると遺産だった金義信も参加し、乱の鎮圧に功績があった。反乱の中で、恵康みやが落命してその後を、 金義美が仙徳王として即位し、義信は仙徳王の下で上代等に任命された。仙徳王がこう設けないままに死去し、軍神ははじめ、武列王補世今後の金周元を衰退しようとしたが、周元が大雨にあって王城入りできない間に、義信が王城に王位を継いだと伝えられている。三国式白木本議では、この大雨は、 周元の即位を天が望まないためと返し、改めて王の衰退を審議して、吉信を選出することになり、吉信が即位すると雨がやんだ、すなわち天意にかなったと伝える。三国維持記位、元聖王城では、周元が城塞、吉信が自在であった時に、吉信が貴人の帽子を脱いで姿をかぶり、手に十二元のことを持ち、天漢寺の井戸に入るという夢を見たこと。 その夢占いによれば、帽子を脱ぐのは上に人がいなくなること、姿をこむるのは王冠をこむる兆し、十二元のことは十二世今後が王位を継ぐ兆し、天官寺の井戸に入るのは宮殿に入る兆しであること、戦徳王の死後に、義信が王位を継いだのはほぼ夢の通りであった、と伝えられている。即位後直ちに自身の祖先への追風を行い、五病を再整備した。 788年には管理東用の制度として各居に類似する読書三品を定めたように儒教的、律令体制的な政策を打ち出した。また、たびたびの天才により民が飢えることがあったが、律令体制のもとで奉納された祖属を振る舞って民の救済を行っている。めぐみ安王の末年以来の政治的混乱の収集に努めたが、 こうした天才が続いたこともあって、788年秋には、国の西部で盗賊が現れ、791年には、元の自中の提供が反乱を起こして中殺されるなど、決して安定した政治が行われたわけではなかった。党に対しては786年に死者を派遣して、功能し、特捜からは、白木の長年の中勤を威武する証書をいただいている。また、 戦徳王に与えられた、官爵、兼業行大意、鳥林修士氏、冥海軍士、白木王をそのまま引き継いだ。794年7月には、捧ぐ恩寺を建て、王宮の西には、持ち恩堂を築いた。在位14年目の上限14年12月29日に、死去し、元聖王と、送りなされた。遺書により、宝徳寺の南で仮装されたという。 三国維持期では、王領はと含む山の西の総福寺にあるというが、係領とする説もある。三国維持王歴では、名は慶神、あるいは吉信、当女は、慶則とすると記す。しかし、旧当二 211, 白木殿、新当百 236, 白木殿ともに吉信と記される。警府についての本文記述は、王姫を除き、三国式白木本に、 元聖王妃に従う。三国維持王歴では、父を、密上大や、母をし、人氏または、血ガラス夫人とし、正金遺産の娘とし、姓には、触れていない。王妃は、三国式では、禁止、神術核非女、三国維持では、宿帝夫人、神術核官の女とする。ハット後に、禁衆元が、 大いにつけなかったことを不服として、この金和正が反乱を起こしている。元聖王の高祖父の大ポー戦を元気吉大王、祖祖父の遺産吉弘を上栄大王、祖父の遺産義文を公平大王、父の密場を明徳大王とし、母の牧師を明文大王とした。五秒については、仙徳大大に、子祖大王、大宗部列王、文武王、聖徳王、 平木清大王であったところを、聖徳王、平木清大王の病を壊して、元聖王の祖父公平大王、東名徳大王の病を加えており、始祖、武列王、文武王を、普遍の旨として、祭り、自身の父、祖父を加えて御病とするなら足が定着したことを示す、ものである。王家の祖病を御病としたことについては、来期王政編、天使七病諸公御病に基づく。 旧当二211、白木殿、上元元年その年上、三国維持期に、元世王城では、法恩寺、餅徳郎と異なる名で伝わっている。井上役中 1980p352 中7、一般には掛御ささぎを元世王領とする説が有力になっているが、慶州市公式サイトなどのように、公式には、 元製王領とかけみささぎとは別のものとして扱われている。ありがとうございます。